ロイヤル・ヴィクトリア・ホテル2009年撮影。ルンガルのパチノッティの塔、通称、勝利の塔は、ピサに残る中世の塔屋の中でも最も良い状態で保存されているもので、現在はロイヤル・ヴィクトリア・ホテルの建物と一体化しているため、ホテル・ヴィクトリアの塔とも呼ばれる。ロイヤル・ヴィクトリア・ホテルの正面、2014年10月、撮影。ロイヤル・ヴィクトリア・ホテルの内部、 2007年7月、撮影。ロイヤル・ビクトリア・ホテルの壁面や天井に描かれている、ドメニコ・ピエガーヤが1896年から1904年にかけて制作した、アール・ヌーボー町のフレスコ装飾の例。第二次世界大戦中にこのホテルを接収した、アメリカ陸軍は、装飾の上からペンキを塗って塗りつぶしたが、その後、時間をかけて修復が進められている。 ロイヤル・ベクトリア・ホテルは、イタリアのピサであるの川北岸の最も古い中世、以来の地区にあるホテル。このホテルをなす、建物の中でも最も古い部分は、11世紀にワイン醸造ギルドが建てた東屋で、当時は宿泊施設や本部事務所を備えた会館として、建設されたものである。その後、この建物は、ニーバーシュターデビナジョリーというピサ大学の前身の一つとなり、 コレジオ・ビットリアーノと称された時期もあった。当時はピサがトスカーナで最も有力な都市であった時期で地中海地方の各地にその通商圏や植民地が広がっていた。 16世紀初めに、フィレンツェ共和国がピサを征服すると、この建物にあったタバーンが、勝利の宿を意味する、ロカンダ・デラ・ビットリアと称されるようになった。1837年、ルッカ公国籍で1794年生まれだった、パスカーレ・レピエガーヤが、東屋と付属の建物を勘入れ、かつての宿屋を改装して、ホテル・ロイヤル・デラ・ビクトワールと称した。以来、 ピエガーヤ家がこのホテルを経営し続けた。パスカーレ・ピエガーヤは若い頃にロンドン大学に学び、卒業していた。ロンドンで働いていた頃、彼はイタリアへ旅行に出る金持ちの旅行者たちのために、トスカーナにおける旅程を編み、ビラを借りる手配をしたことがあった。ほどなくして彼は国際的な水準に見合ったホテルを経営する、後期だと確信し、大学があり、 ピサのシャトーがあり、トスカーナ最初の鉄道が通っていた上、飛行も海への近さも申し分ないピサが絶好の場所だと考えた。このホテルは、1860年代には、イタリアへとグランドツアーに赴く旅行者たちの間で、よく知られた存在となっていた。1861年、オリバー・ブルーィットというイングランド人は、著書、ハンドブック・フォートラベラーズ・イン・セントラル・イタリー』の中で、 このホテルを勧めて、ビクトリアは、ルンガルの通りにあり、経営者のパスカーレ・ピエガーヤは、イングランドの家庭で生活した経験があり、素晴らしいホテルで、とても清潔な上、気配りが行き届き応対も丁寧であると記した。国外からの訪問客向けに用いられる、ホテルの名称は、徐々に変化し、ビクトリア町を通して、多数の英語圏からの旅行者が訪れたことから、 ロイヤルビクトリアホテルと称されるようになっていったが、地元では今もホテルビクトリアと呼ばれている。2013年4月22日、ピサシ当局はこのホテルの創業者、パスカーレ・ピエガーヤを称えて広場にその名を命名した。ピエガーヤ家は今も5代目の世代がこのホテルを所有して経営に当たっている。このホテルには 輝かしい有名な宿泊客が多数いたが、その中には、チャールズ・ディケンズ、チャールズ・リンドバーグ、ロックヘラー家の人々、エミール・ゾラなどが含まれている。ありがとうございます。